浜松市の多くの小学校で今日終業式が行われました。子どもたちは明日から夏休みに入ります。このうち城北小学校では体育館で終業式が行われ、山内俊博校長が事故や怪我に気をつけて元気で楽しい夏休みにしてくださいと話しました。教室に移ると夏休みの課題が配られ、1学期に頑張ったことをまとめたり発表したりしました。家族でいっぱい旅行に行きたいです。水族館とか、イルカのショーを見たいです。城北小学校では8月29日まで夏休みです。